はい、目安長さの絆あれを一緒に打とうぜ。ご一緒に絆、心差しは未来へという、先ほど私らが最後に打とうた曲ですね。これ昨年我らがコーチにお伺いしたときに、まあ私らもモテキンの皆さんのファンになってきました私らも必死で覚えてどう思いました。嬉しいと思います。ありがとうございます。まあ、その歌もそうだが、その歌詞の意味の絆という言葉、我らとおもてなし金のとの皆様との絆と、このお客様との絆というものをどんどん深めていきたいと思うとおりますので、そういった意味を込めて、よろしければご一緒に歌ってくれませんか。まあそれはもう真剣にお願いされたら、本当に真剣にお願いします。竹内先生どうでしょうか。そうじゃ、もうここはせっかくみんながいるじゃん。おしらもの神戸とお父さんの発表のためにどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。
もう少し一緒にいたいの。寂しいですね。もう少しですか？もう少しだけですか？ダメ。お前もおらへんだろ。なあ、このいつまでもの、俺はキリがないからな。皆様、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ歴史館、公式にもぜひ遊びに行ってくださりませ。わしら松行の駅前です。顔覚えたきの全員覚えた。どうぞ皆様、何か最後に一言言いことがあればどうぞ。よーしあれか、まずはよーって言われて押されて出てきた。よし、僕ちょあれやったら、しよう。汗かく、そうですね、先ほど私どものショーの中でもご案内させていただきましたけれど、またここでパフォーマンスさせていただいたらとは一味も二味違う、私どもの故郷ならではのおもてなしをさせていただきますき、皆様ぜひぜひ土佐へ遊びに来てください。また皆さんにお会いしたいですき、お待ちしております。マジュギニャー、マジュギニャー、マジュギニャーだけじゃないけど、本当にぜひ遊びに来てください。わしおるよ。父さんのいいところで帰りましょう。そうじゃな。今日でもうこれだけ人がおることは分かったらもう本日しく待っております。じゃあまた長々とすいませんの、もう一度挨拶しようかな。皆様本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ参るぞ。わしゃ、どうするかの。ありがとう。ホームページや我ら神戸清盛隊、そして土佐おもてなし勤労党の皆様のブログもぜひご覧くださいませ。この後我ら神戸清盛隊とおもてなし勤労党の皆様はこのステージにて写真撮影会をさせていただきます。ご希望の方は少しだけお待ちください。